どうも小町です。高橋和也です。今回はですね、節約大全の中でも、特に人気のあるアイコスの記事について深掘り解説をしていきたいと思います。節約大全殿にアイコスですか？はい、欲しいですね。で、金谷さん知ってるでしょ？いや、知ってますね。節約大全のアイコスのほとんどの記事って、はいはい、僕と、あきちゃんで書いた記事なので、はい、あきちゃんというライターもね、はい、でね、編集部にはです、はい、はい、うん、節約大全史上最大のバズを生んだ、記事っていうのも金谷さんの書いたアイコスのものでしたね。はい、そうですね、うん、ちょっとタイトル読みます。はい、アイコスは体に悪い、加熱式タバコアイコスが紙巻きタバコよりも有害という記事についてきちんと調査してみました、キャッチンとね、はい、そうね、はい、っていう記事がありましたね、はい、あったね、はい、なんかあれだよね、そういう噂が出たんですよね、当時ね。で、それを検証した金谷さんの記事、はい、っていうのがすごい、今見たら記事のいいねが700近くついてます。はい、はい、まあなんかその日で10万アクセス行ったとか行かなかったとか、うんうん、10万アクセス行ったとか行ったとか行かないとか、どっちだよ、行かなかった、分かんないですけど、はい、はい、まあこの記事は2017年6月のものなので、もう3年近く経つんですよね。だからこう情報がちょっと古くなっていたりとか、はい、まあ、それ以降もまた最新のアイコスに関する研究とかっていうのも出てると思うので、まあ、そのあたりも、アイコスウォッチャーの金谷さんが、はい、ウォッチャーですよね、解説してくれますし、まあ、そもそも我々はこうそんな昔からアイコスとこう向き合ってきましたよっていうアイコス専門家としての、はい、そういう立ち位置から解説していきたいと思います。はい、荷が重くなりましたが、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、節約大全のコンテンツの見に来てくれる人の中でアイコスのクーポンについて、はい、これをこうなんか探してるというか、そういう情報を求めて来てくれてる人っていうのがすごく多いみたいなんですよね。うん、まあそうですね、はい、アイコスって本体、デバイス自体が1万円弱するので、やっぱりそういう情報を探してる方は多いんじゃないかなと。デバイスっていうのはこの今これ、金谷さん持ってるこれですね。これずっとなんか不自然に置いてある、そう、これがセット、はい、これが1万円弱するんですよ、はい、はい、で、ここに、そう、で、どうやってするんですか、これ、まあ、これが数棒、数棒、はい、棒っていう人がいて映っちゃったな、はい、この棒に、はい、このカートリッジ、これ別売りです、はい、1箱520円します、高いな。で、それを刺してスイッチを押す、うん、でそうするとちょっと待つと普通にタバコとして吸えるようになる、はい、まあこれがアイコスです。これはあれですよね、電気の力で温めて吸うやつなので、普通の紙巻きタバコみたいに燃やして吸うわけじゃないんですよね。はい、そうなんです、はい、まあ、なのでそれがこう加熱式タバコの大きなメリット、燃えないからいいみたいな、そうです、それがよく言われてるところですね。はい、はい、まあぶっちゃけ吸わない側からするとね、臭いですけどね、なんかよくアイコスは匂いが少ないからいいでしょうみたいな感じでこう押してくるタバコ吸う人いるんですけど、まあ確かに、はい、吸ってる側からするとそれは言いたいところで、うん、紙吸ってるよりはマシだろうっていう意味で取ってもらえると助かりますね。まあ、だからうちの会社でもこう勤務時間中はもうアイコスだったら吸っても吸いに行ってもいいよっていう感じで、紙巻きタバコは禁止っていうふうにしてるんだよね。はい、とても助かってます。うん、はい、はい、で話ちょっとそれちゃったんだけど、うん、アイコスクーポン、うん、これもうないんですよ。え、ないの？はい、ないです。はい、2018年の5月で、はい、うん、すでにアイコスクーポン廃止されてます。廃止ですね。はい、はい、それより前って、うん、公式サイトからクーポン発行すれば、うん、ネットでもショップでもコンビニでも、うん、まあ、3000円引きで買えた、3000円引きで買えた、はい、なんですけど、はい、グローとか、うん、プルムテックとか、なんですかそれ、加熱式タバコのアイコスのライバルたち、はい、あ、同じようなものがあるんですね、アイコスじゃないけど、そう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 、はい、でそういうライバルが増えてきたところで、うん、アイコス側も、うん、本体の価格をもう最初から下げて、うん、で同時にクーポンを廃止してしまったっていう経緯があったみたいです。
なるほど、はい、じゃあ、もうアイコスをお得に買う方法みたいなんてのはないんですか。なんか実質これがもう値下げされちゃったからみんなもう以前と比べたら安いですみたいな。まあ実はまだ3000円引きで買う方法あります。あるんかい。あるんです。いきなり結論から言っちゃいます。はい、さすが、まあ、サビ頭、はい、はい、でいきますけど、はい、サブスクリプションで買う方法っていうのが一つ、うん、流行りのサブスクってですね、はい、そうです。はい、まあ、日本人なので日本語で言いますけど、はい、定額サービスっていうことですよね。そうです。はい、毎月同じ金額、いくらかの金額を払っていきながらサービスを利用するっていう、音楽配信の Apple Music とか Spotify とか、はい、まあ、そういうサービスと同じ仕組みっていうことですよね。そういうことです。うん、アイコス公式サイトに定額サービスの特設ページがはい、あるんですか。まあ、そこから申し込むことができます。 あるんですね、はい、これですね、この URL これです、はいはいはい、概要欄に URL 貼っときますので、はい、興味ある方は見てください。見てください。はい、なるほど。これを見るとアイコス3デュオというやつが、月額900円で今なら3ヶ月無料と書いてあります。はい、これ普通に、うん、一括でそのまま買うと9980円かかるんですけど、うん、はい、1万円ですね約、はい、はい、3ヶ月無料なので8100円で買うことができます。8100円、はい、はい、1年間の定額サービスなので毎月900円、うん、9ヶ月支払って最後の3ヶ月が無料、はいはいはい、こういう形になります。なるほど、クク81の8100円を払って、そうで最後の3ヶ月1年間の、そう、はい、これで8100円で購入できる、はい、うん、っていうことになるんですね。うんうんうん、でそこって、はい、1年契約なので、うん、終わったらもらえちゃうので。あ、この本体ですか。そうです、そうです。これを1年後にはもう、そうだから8100円で買ったっていうことになります、ね、なるほど、同じことですよね。はい、はい、1年間の定額サービス で今ならその最後の3ヶ月が無料っていうことなので、まとめますね。実質の支払いが8100円、はい、でさらにその後は本体をもらってしまえる、はい、もらってしまえる、もらってしまえる、もらえる、はい、もらえる、いただけちゃう、そのまま使える、はい、はい、うん、でさらになんですけど、うん、1500円分のアクセサリークーポンが、はい、アクセサリークーポン、まあ知ってる人は知ってますけど、アイコスのですね、うん、ここのキャップの買い替えて色変えてちょっと可愛くしたりとか、あとはカバーをおしゃれにしたりとか、まあそういうのがアクセサリーで売ってたりするので、なんかやってましたよね昔、なんか木目にしたりとか、そう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 、スマホケースみたいな、そういう使い方なんですか。そうです、はい、公式ショップとか、うん、ネット公式サイトでもそういうものが売ってるので、それに1500円のクーポン使えます。なるほど。ということと、はい、あとは自損でも3回分修理無料、うん、これがついてきます。1年間、自損でも、はい、アイコスってよく壊れるって聞きますしね。そうなんですね、うん、初期型とか特に中のブレードが折れやすかったり、まあ、掃除してるタイミングでパキッと僕 2,3 回折ったことあるんですよ。なんか社内でもそのアイコス壊れちゃったから貸してみたいな、貸し借りがタバコ吸うのになんか貸し借りを、そうありましたよね、そういうのがあっても無料で修理交換してくれるっていうのがこの契約のいいところかなと。まあ、あとポケットに入れてるとトイレに落としたりとかね、実際僕も落としたことあって、僕どんだけアイコス買い替えてんだっていうぐらい、今まで全部買い替えたので。アイコスは防水じゃないですか。防水じゃないです。雨の時は気をつけた方がいいですね。だから、まあ、僕も昔タバコ吸ってたんですけど、雨の時タバコ、普通のタバコ吸うとね変な味になりますもん。そうなりますね。雨の時は使わないでくださいっていうことらしいです。はい、はい、まあそんな感じで、うん、サブスクで割引で買えたりはするんですけど、うんうんうん、まあさらに3000円引きで買えるっていう情報もありまして、うん、情報が、はい、はい、直近だと、はい、冬割っていうキャンペーンをやってまして。ああ、なるほど。ちょっと、はい、時期がですね、2019年の12月18日から2020年の1月26日まで、うん、この期間、実は何もしなくても3000円引きで購入ができたと。
それはもう定価で。そうです。あ、定価で、定価から3000円引きでそのまま買えた、なんか一括で買えたみたいな。これはコンビニで買おうと、公式ショップで買おうと、公式サイトで買おうと、どこで買っても3000円引きで買えるっていうのがこの定期的にある割引キャンペーン。なるほど。3000円引き、3000円引きはお得ですよね。めちゃめちゃお得ですね。6キュッパで買えます。そうですね。サブスクよりもさらにもっと1000円ぐらいお得に買えるキャンペーンもたまにやってるんですかね。これたまにやってますね、季節ごとにっていう感じですかね。はい。でまあ自分これアイコス3デュオ最新型使ってるんですけど、2020年現在ですね。最新型、はい、そう2020年現在の最新ね。はい、はい、これももともと買うつもり全然なかったんですけど、今年の1月に成田さんに初詣に行った時に、千葉の、はい、参道にアイコスブースが、はい、なんかあれですか、あのなんかお好み焼き、たこ焼き、アイコスみたいな感じで並んでるんですか。空き地にね、ああそう、喫煙所と一緒に、そういうわけじゃないですね。そう、まあ、そこで、はい、そこのアイコスの営業さんに、うんうんうん、今なら3000円引きで買えますよと言われて、まあ、それが冬終わりだったんですけど、はい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 、まあ、それで思わず買ってしまったっていう経緯が。ああなるほどね。その冬割りのキャンペーンは、はい、あのなんか現地っていうかイベントブースみたいなのも出して、で訴求してた、大々的に結構やってたんですね。そうなんですね。うん、はい、まあ、なんでそういうところもチェックして、うん、アイコス買うとお得ですよっていうところで、うん、今はクーポンじゃなくてもそういうネット公式のサイトからのお得な情報だったり、うんうんうん、キャンペーン情報だったり、そういうところを見るといろいろ出てるので、はい、チェックして買うといいと思います。うん、まあ、お得ですよね。そうですね。ね、はい、はい。ただね、まあ、これだけは言っておきたいんですけど、あの本当に節約したい人はタバコなんかやめてください。浪費です。はい。その通りです。というわけでこの動画では、アイコスをお得に買うための方法について、お伝えしました。で、まとめると、あのアイコスには今現在クーポンは存在しないっていう、はい。と、安く買いたいなら定期的にやってるキャンペーンを利用するか、あとサブスクですね、定額サービスに申し込む、うん、はい、そうすると割引価格で買えるよっていうのが2点目、はい、もう1個あのブース出店を、祭りとか初詣とか、まあ、人が集まるイベントなんかでアイコスさんがブースを出していることがあるので、はい、そういうブースで行くとあのそこでもキャンペーン価格で3000引きで買えたりっていうのはあるんですよね。はい、はい、買うだけならコンビニとかでもキャンペーン中は3000引きで買えたりするので、普通に、あ、ネットのキャンペーンとか、ネットのキャンペーンはもうどこでも、あ、適用されるんですね。はい、はい、っていうところがポイントになります。うん、あとはあの定額サービスの場合、1500円分のアクセサリークーポン、まあ、ついたりとか、あと自損事故で保証がつくのが一番大きいポイントじゃないかな、うんうんうん、これが一番僕はお得だとは思いますけどね。はい、3回あれですか、3回壊せる、3回壊せる12ヶ月でね。田中さんもう壊しますもんね、すぐ壊しますもん。そんなことないけど、トイレに落とすし、トイレに落とす、はい、何でも壊すんですよこの人車壊したりとかね、ガムテ貼ってましたね。はいはい、はい、うん、というわけで、今回はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。節約大全公式チャンネルでは、僕小町とこちらの金谷さんが、節約にハッピーをプラスするという理念のもと、王道節約術からちょっとこれは節約と関係ないんじゃないのっていうものまで、お金の出口を絞りつつ入り口を増やして人生をハッピーに彩る、そんな情報をゆるく発信しておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あ、バットは